犬島精錬所のスラグスラグあるいは交際は鉱石から金属を精錬する際などに夜勤対象である金属から溶融によって分離した鉱石母岩の鉱物成分などを含む物質を言う。スラグはしばしば溶融金属上に浮かび上がって分離される。また、浮遊線香及び湿式精錬では水分を中心とした泥状の物質が排出される。これはスライムと呼ばれ、 こちらも、交際と表記されることが多い。交際は廃棄物処理法の産業廃棄物に定められている。廃止になった精錬書に残されたスラグ。スラグは主々の金属の精錬の際に生じるが、最も多く産出されているのが、生産量の多い鉄の精錬由来のものである。その場合、特に製鉄スラグや鉄鋼スラグとも呼ばれる。非鉄金属。 例えば銅やアルミニウムの精錬に際しても発生し、その場合、とも呼ばれる。スラグの主成分は、鉱石の母岩の成分に由来する、計算塩と金属酸化物を多く含んでいる。具体的には、鉱物に由来する二酸化ケイ素や、酸化アルミニウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウムなどの金属酸化物が多く含まれている。製鉄において、このようなスラグが生じるのは、 主に航路を用いて鉄鉱石から金属鉄を還元生成し誘拐した剪鉄を抽出する段階である。天炉を用いて鋼を作る成功段階でもスラグが発生する。その段階でのスラグの主成分には塩にカオのほかフェイヨも加わる。このフェイヨは燃焼によって炭素を減少させる際に鉄の一部が酸化されて生じる。 火成岩をその成分で、酸性岩、塩基性岩と分類するのと同じ論理で、成分中に、塩を2を多く含むスラグを酸性スラグ、化を多く含むものを塩基性スラグと呼ぶ。カすが、氷害人のため、しばしば、交際と書かれる。なお、交際は、寛容読みで、本来は、孔子である。大和言葉では、ノロと呼び、 タタラ製鉄などでは、ノロとも呼ぶことが多い。カナクソとも呼ばれる。スラグは、製鉄の過程で多く発生する。原料鉱石に何も加えないでも、鉱石に計算しようや、石英などからなる、母岸成分が混在する以上は、金属製品から分離すべきスラグは発生する。例えば、タタラ製鉄のような前近代以来の古典的製鉄においては、 海面上に還元生成した鉄塊の内部に、粒子状、あるいは海上に分散して、スラグが生じる。その場合には、鉄塊を砕くことによって、または、炭造によって灼熱した、鉄素材をたたえる。スウェーデンの製鉄工場脇に残されたスラグ。近代以降の金属精錬では、効率が求められるため、金属の溶油と同時に溶油することによって、きれいに浮上させて分離し得る。 いわば、良いスラグを作る必要がある。スラグが良い、スラグとなる条件には、流動し始める温度が低いこと、金属への溶解度が低いこと、粘性が小さいこと、比重が小さいことなどが求められる。これらの性質はいずれも金属本体と速やかに分離するために必要なものである。例えば、塩には三次元編目状にケイ素と酸素が結合している。 このため、スラグに含まれる塩2の比率が高いと、スラグの粘度が上昇し、金属との分離に時間がかかる。このため、スラグでは、一次元の計算イオンを作ることによって、流動性を高めるように成分が調整される。この目的で航路においては、石灰石を鉱石に加えながら加熱される。このように、塩2を多く含んでいる鉱石に対しては、 塩基性の強い金属酸化物化を加えることによって流動点が低く粘度が小さい計算需要化合物を生成する工程が採用されるこの工程は多くの種類のガラスの製造工程と共通しているこのように良いスラグを形成するために用いられる物質はトール材と呼ばれているこのフラックスとしてヨーロッパでは 有志以来ホタル石が多く使われてきた。スラグ、特に生産量の多い製鉄スラグの発生量は膨大である。日本国内だけでも、航路で3000万トン、年、天路で1000万トン、年もの製鉄スラグが発生している。スラグは産業廃棄物として扱われており、処理費用がかさむ。このために古くからスラグの有効利用が模索されてきた。 例えば、日本では、足尾銅山の防火壁の遺構に、スラグを使ったレンガが残されている。また、小小屋鉱山があった石川県小松市の小屋町では、スラグレンガを使った溶壁や蔵などが残されている。現在では、比重の高さから、航路セメントや、道路の路盤材、グラウンドの舗装材、建築用断熱材である、ロックウールの原料などに用いられるほか、 稲の育成などに用いる計算肥料としても利用されている。油中植物の猫不病を防ぐことにも有効と言われている。また、製鉄スラグは微量の鉄分を含むため土壌への鉄分供給や海水中の鉄分不足による沿岸の磯焼けへの対策としての利用が研究されている。循環資材の環境安全品質管理方策の考え方循環資材に 環境安全品質と検査方法を設定するための手順の概要経済産業省等からスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針について総合報告書マイナスが平成24年3月に公開された。ここでは循環素材の一例としてスラグ類が挙げられるとともに循環素材を管理するために従来検討された素案が紹介されている。 続いて、検討を重ね取りまとめたものとして、下記5項目の循環資材の環境安全品質及び検査方法に関する基本的考え方が示されている。最も配慮すべき、曝露環境に基づく評価、環境安全品質の評価は、対象とする循環資材の合理的に想定し得るライフサイクルの中で、環境安全性において最も配慮すべき、 爆露環境に基づいて行う。放出経路に対応した試験項目、溶質量や含有量などの試験項目は、の爆露環境における化学物質の放出経路に対応させる。利用形態を模擬した試験方法、個々の試験は、資料調整を含め、の爆露環境における利用形態を模擬した方法で行う。環境基準等を遵守できる。 環境安全品質基準、環境安全品質の基準設定項目と基準値は、周辺環境の環境基準や対策基準等を満足できるように設定する。環境安全品質を保証するための合理的な検査体系、資料採取から結果判定までの一連の検査は、環境安全品質基準への適合を確認するための環境安全形式検査と、 環境安全品質を製造ロット単位で速やかに保証するための環境安全受け渡し検査とで構成し、それぞれ信頼できる主体が実施する。鉄工スラグ協会は鉄鋼スラグ製品の管理すべきことをガイドラインを2005年に制定し、改正を行っており、目次や用紙を一下に示す。対象リサイクル材の発生要因。 適用法令日なた精錬書と広輩地の交際体積上、ありがとうございます。